はい、どうも監督と申します、スマホ版ウィーレ2017、今日はねこちらのゲーム実況プレイしていきたいと思います。はい、ですね、どんな感じになってるのかな。まあ、毎日ねログインして、まあ一応毎日試合はしてるんですけれども、なかなかまあこのね体力的なものがね回復しないですね、全然このゲーム。はい、でまあ結構ね1試合1試合時間かかるということで、もうぼちぼちね、体力が全然なくてね、みんな試合したいということでね、アイテム一応ねいただきました、コナミさんからね、体力回復のアイテムですね。一応どっかタップしたらいけるんだろうけど、ちょっと分かるかはい、ということで、やっていきたいと思います。今日はね、全然僕ねチームのね、まあ、補強みたいなの全然行ってないんですね。で、まあ、この星1の選手たち、まあ、白玉、まあ、とか、まあ、スカウトで獲得した、まあ、変な選手たち、変な選手がおかしいですけど、まあ、銀玉とかね、まあ、最高銀玉で、あとは銅の選手、白の選手で、まあ、構成されたメンバーでね、コンピューター戦をずっとやってるんですけれども、まあ、今日はね、せっかく、まあ、マイクラブコインが溜まってきたんで、そのコインで、ガチャをね、2回引きたいと思います。ということで、これですね、今やってるスペシャルエージェント。こちらを引いていこうと思います。はい、フィニッシャーズガチャかな、一応テントリアガチャとも呼ばれますね。はい、でエージェントの詳細ですけれども、まあ、正直ね2回ではね選手いい選手来るかなと、まあ、微妙なとこなんですけれども、まあね白玉選手よりはいいやろうということで、まあ、白は当たんよ、銀やろ、銀でもうすでにエース格やからな。はい、エージェントですね。ワンタッチシュートや、コントロールカーブなど特別なシュートスキルを持った選手を獲得できるスペシャルエージェントが登場しました。あなたのクラブの得点力を強化して、これからの、これから先の熾烈な戦いに備えようということで、やっていきたいと思います。5月31日前なんでね、まあ急いで、出していきましょうか。はい、黒が来たらね、御の字なんですけれども、なかなか僕はね、そんな、ついてないんでね、まず全くもってついてないんで、まあ金が来たら当たりということで。まあ、とりあえず行きましょう。行きます。金玉。なんか金使おうとしたで。行きます。銀か。まあな。分かってた。ユスフ・ポアルセン。異所属。まあいいやろ。なんとこれ、このアプリね、まあ、このアプリ持ったまんま、持ったままというか、アップデートしてくれるような感じはしますね。ウィニングイレブン、PS4 版のウィニングイレブンやと、2018になったらね、また新しいソフトを買って、またさらからスタートってなるんですけれどもね、このアプリなんか、普通に、まあ、1年経っても2018としてなんかできそうな感じですね。なんで結構、まあ、ガチャ引いても、課金してガチャ引いてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、ラスト1回しか引けませんけれどもね、行きましょう。まあ課金してくれという声が多かったら課金しようかなとも思います。はい、行きます。あ、行っちゃったな、黒。こんなもんです。はい、レフトミッドフィルダー。違う、レフトウィング。アンラバド。ハートフォードシャー。N って何これ。あ、これが多分このウィンター2017シーズンプレイヤーズっていうこのね、表記があるんで、多分そうなんじゃないかなと思いますけどね。わざわざね、アプリをさらにする必要もないでしょ。はい、ということで、2回ガチャ引きましたけどね、もうメッシの目の字もなかったですね。オバメのオの字もなけりゃ、サンチェスのサの字もないわ。はい、ということで、まあ、新しく選手を獲得したんで、早速ね、選手を、まあ、当てはめていきたいと思います。当てはめるというか、あれですけど、チームマネージメント。この辺ぐらいなのかな、売却しなきゃいけないかな。このチームスピリット非常にね大事なんでね。ビーニョとか追いかれへん、いかれへんね、いけてないわ、やめとこう。まあ一応サブに入れとこうぜ。こうか、プンって言ったら何これ、どうやろ、上がるか。87に上がるわ。84。
これでいくか。ちょうどね、この選手って左サイドバックだからね。OK。これでいこう。で、今日はね、おっと間違えた。OK、OK、OK。OK。第1回のね、まあ、配信から、配信というかね、動画から、全然、まあ、対人戦はやってません。ずっとこのイベントのね、長いな、結構これ。はい。チャレンジイベント。これをね、ずっとひたすらやってました。間違えた。ひたすらというか、そんなにやってないですけど、今は、チャレンジ5まで来てます。参加可能ですけれども、今日はね、初勝利、オンライン戦、対人戦、初勝利を目指してね、ちょっと対人戦やっていこうかと思います。ということで、早速行きましょう。オンラインマッチ。世界中のね、ユーザーと対戦できます。ということで、マッチングします。今日は勝つで。今日は勝つ。今日こそ初勝利だしな。まあ、TS がな、80やからな、ちょっと微妙なとこやけど、90ぐらいまで上げとけば、おそらく勝率高いんじゃないかなと思うんですけどね。はい、対戦相手の方が決まりました。では、早速やっていきましょうか。相手は、これがうちか。ちなみに相手のチームって見れるのかな？あ、待てよ。ほい、どう？微妙な選手の調子とか。D に使えんやったら D に使いたいとか。お、D にの方がええやん。ということで D にしよう。OK。相手のチームはどうやって確認するんだ？次。ちょっと相手のチームの確認し方が分かれへん。まあ、ええか。まあ、一応ね、毎日やってたっていうね。まあ、その実力を見せてやろうかと思います。さすがに毎日やってただけあってね、画面ベタベタですね。お届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。OK。さあ、北澤さん、よろしくお願いいたします。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。いきますよ。さあ、キックオフ。うまそうやな。普通にうまそうやな。これはチャンスだ。さあシュートまでいけるか。あ、これ落ちですね。どうだ。いけるか。ダメか。あ、まずいな。まずいな。まずいな。スリーで受ける。超まずい。助かった。勝負できますよ。ここをかわした。何してんねん。ちょっと待て。落ち着け。誰だもん。前半ここまでまだ取れていたシーンはありません。絶好の位置。体を張ったプレー。オッケー。ああ外してもだ。最悪。いいよ。いい展開ですね。中央へ。オッケー。よっしゃ。クロスプレーナイス。いや、今日は勝てそうや。こいつでかいな。さてはユスフ・ポワルセン。でかい。若干ロナウジーニョを彷彿させるもんな。やった！最高。いいよ。惜しいね。OK！ うまい！これはいい！なんと省エネで点が入る。やっぱりフォワードは高さやね。まあ、UEM2017 はちょっとクロスに強いからな。あー、キーパー出ろ。出られへんわ。出方がわからん。オッケー、まあ失点したけど、とりあえず油断なくいこう。もう1点取ろう。とりあえずね、まあ、クロスプレーこれね。よっしゃ。ダメか。これめっちゃスタミナないな、このアンバサダーみたいなやつ。全然名前ちゃうけど、アンラタボル。前半は点の取り合いになりましたね。この21まだ持っている。上げる。いけるか。オッケー。あかん。もはやクロス一辺倒やけどな。うわうわ、マジか。マジ、止めた。押し込み。あっか、危ねえ。ほんまに危ない。オッケー、ナイス。よーし、勝ち越し、勝ち越しというか追加点。いいな、ハットトリックちゃうのこれな。あ、すげえ大型新人入ってきた。そんなでかないか、実は。裏へ届くか。いい展開ですね。
うまいうまいというか結構ロングシュート入るな、やっぱり。よいしょ、注意ですよ、勝負のシーン、シュート、オッケー、ああ外しちゃった。さあ上げる、中央へ、ういっ、惜しい惜しい、いいよ、4対1完勝ですね、今日は。ありがとうございます。初勝利、対人戦初勝利です。完勝です、見事に勝ちました。おっしゃ、めっちゃ上がったレート10やね。はい、ということでね、まあ、今日は、ガチャ、2回引いて、まあ、フォワード2人ね、フォワードというか、まあ、あれ使えるのか、結局この選手ね、お、使えるわ、ポジション引き右引きか。この選手あまりスタミナない感じやな。で、この選手が一応かなり強かった。身長193センチか。いいですね。ユスフ・ポールセンね。はい。ということで、まあ、ガチャ引いてね、試合、対人戦やってったわけですけれども、まあ、初勝利、できてよかったと思います。はい。まあ、センターフォワードがね、まあ、かなり身長高いんで、193センチかな、レフトミッドフィルダー、まあ、クロスでね、なんとか、まあ、あの2017、アプリ版はね、ちょっとクロスが強いかどうかもちょっとわからない、定かじゃないんですけれどもね、ひょっとしたら、この、まあ、あの2017プレステ4版、まあ、プレステーション版同様ね、クロスが強いかもしれないんで、まあ、ちょっとクロスを極めてやっていきたいと思います。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。